博多一行社チャーマヨおにぎり。ちょっと割ってみましょう。博多一行社監修豚骨ラーメン。博多一行社は2004年に福岡市中央区に1号店をオープンし、現在はアジアを中心に海外でも店舗展開している博多豚骨ラーメン店です。お店で食べるラーメンのスープは油と水が乳化することで生まれたきめ細かい泡が特徴で、元祖泡系と言われています。なんかこのまま食べても美味しそうですよね。500ワットで4分30秒。さっきからお腹がグーグー鳴ってますので、早速作ってみたいと思います。マヨネーズで和えられたチャーシューがしっかり入ってる感じですね。じゃーん。全国6200万人の YouTube ファンの皆さん、こんにちは。YouTube 界の同郷亭宇佐美です。今日は2月2日、九州限定でローソンから発売されました博多一行社豚骨ラーメンを食べてみたいと思います。本店の方は行ったことないんですけどね。こんな感じ。もうね、香りがたまんない。まずスープから吸ってみます。直球ストレートの豚骨スープが嬉しいですね。九州人としてはたまんない。じゃあ麺いただきます。細麺ですね。こんな感じ。いただきます。うん、クリーミーなスープが細麺に絡みついてきて結構インパクトありますよ。おにぎりいっておきましょう。うまっ。ローソンといえば悪魔のおにぎりが一番好きなんですけれども、これも結構いけますね。豚骨がくるくる。うん。一つでも多くの幸せをお客様、スタッフ、関わる人すべてに与えられるような空間でありたいという思いからつけられたそうです。今日も美味しかったです。次は本店の方にお伺いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。いいね。